勝沼武道号駅は山梨県甲州市勝沼町菱山にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO36。当駅はすでにこの地域に開通していた中央本線上に新しく設置された駅である。まず1913年に大日陰信号場が設置され、それが駅に昇格する形で同年4月8日に 勝沼駅として開業した。当時は、購買場にホームを設けるのを避け、通過可能なスイッチバック駅であったが、1968年にスイッチバックは廃止された。1993年に、現在の勝沼武道ブ号駅へ解消された。その後 JR 東日本には、 桜んぼ東根駅、井川桜駅など地名と名物を組み合わせた駅名が多く登場するが、当駅はその先駆けとなった。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。乗り場は駅舎側から一番線、二番線である。この地域に中央本線が開通した後に開設された駅であり、開業当初はホームなどを急勾配にしないためスイッチバック駅であった。 スイッチバック駅といっても通過が可能な構造で、当駅に停車する列車のみ、駅の交付寄りで本線から分岐した線路を進み、当駅に入っていた。スイッチバックが廃止されたのは1968年8月30日のことである。この時からこの駅のホームは25%パーミルの勾配が、ある本線上に設けられているが、スイッチバック時代の意向が残っており、 公園として整備されている。日本国有鉄道形式の駅名標、勝沼を復刻した旧ホームなどの整備が行われており、復刻のため駅名標の隣駅は、甲斐山戸ではなく、端かのになっている。ホームは駅舎より高い位置にあり、駅舎の2階から階段と小さな橋で、ホームの脇に業務用の通路が伸びている。駅前には、 約600本の桜が植えられている、人六桜公園があり、毎年4月頃に見ごろを迎えるが、線路が、駅舎や、駅前広場より高い位置を通っているため通過する、列車の内部からもこの様子を見ることができる。駅舎は1980年に共用を開始したもので、2階建てである。駅舎内部には、コンコースの他駅事務室や独立した待合所がある。 他市の観光案内所を兼ねたコーヒー店と市営のワインショップが併設されており、特産の公衆ワインの販売がある。演山駅が管理する業務委託駅で緑の窓口は設置されていないが、日中は改札口に係員がいる。かつては窓口が設置されていたが、2015年3月24日をもって撤去され、指定席券売機に置き換えられた。 これにより、当駅での指定席や割引切符の購入、駅ネット受け取りが可能になった。簡易水カ改札機設置駅。特急列車は原則として、当駅には停車しないが、主に3月から11月の観光シーズンにおいて、特急、あずさ、海獣の一部列車やホリデー快速が停車する。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車辞任は229人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。生態保存中の EF64 型18号機、この駅は勝沼を名乗ってはいるが、勝沼の中心部から見て、東側の笹子峠を降り、甲府盆地に入る位置にある。これは、笹子峠と甲府盆地との標高差を距離で稼ぐため、 盆地の縁に沿って迂回する路線形状を取らざるを得ないことによる。駅を出ると、駅前広場の先が崖状になっていて、勝沼の町や甲府盆地、晴れた日には南アルプスも一望できる。駅前からは、勝沼市街へ通じる急な坂が左右に降りている。この駅の所在地は、甲州市勝沼町菱山で、開設当初には、当時の菱山村がこの駅を、 菱山駅とするよう求めたというエピソードもあるが、この駅は、勝沼のぶどうを多く出荷することとなっていたので、結局勝沼となった。駅の周りから、駅の南 4km ほどのところまでが当駅の駅名ともなった勝沼ぶどう橋である。勝沼の中心部までは、直線距離でも 1.5km ほどの距離がある。駅近くの鉄道遺産記念公園には、 国鉄 EF64 型電気機関車の18号機が生体保存されている。元は、廃車後に、塩尻機関区篠ノ井派出港内で留置されていたが、甲州市が、日本貨物鉄道より譲り受け、国道18号、国道141号、国道20号を経由して陸送された。なお、展示にあたっては図色をし直すなどの整備がなされている。 甲州市市民バス、富士急バスの路線が発着する。テレビアニメ、アサルトリリーブーケの第5話、ひすいカズラにて当駅が登場。これに関連し、本作品と甲州市観光協会のタイアップで2021年1月から9月まで、改札外北口にて、フィギュアや、サイン色紙の展示を実施している。勝沼駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。